どうもジオン水泳部はゆるキャラ同好会ザオリマンです。今回は機動戦士ガンダムユニコーンより HG144-1 ゾコックユニコーンバージョンを作っていきます。2013年キットか、お値段税込み1870円。パッケージアートにはトリントン基地を襲撃したジオン水泳部が集合しております。HG ナンバーは161番。ズゴックと並行開発された水陸両用機の姉妹機で、物合えば可動が広かったり、アームパンチの伸縮も再現されているので詳しく見ていきたいと思います。プレ版で色違いが再販中。いざオープン。1、2、3、4、説明書。ランナーを並べてみました。ランナーは全部で7枚入っています。色プラランナーは1枚も入っていませんでした。パーツ構成はシンプルで、外装パーツのランナーは2枚。成型色の色はローゼンズールもびっくりな綺麗なオレンジ。関節フレームのランナーに ABS 素材は使用されていません。通常のプラ材。フィスルムファーストは単色。クリアのパーツの透明度はかなり高くて綺麗な仕上がりになっております。ポリキャップは PC132 と PC7、 あとホイールシールが付属。ランナーは全て2013年製のゾゴクの新規造形ランナーでした。武装類チェックしていきます。質量切断兵器ブーメランカッター、刀身部を赤熱化させることにより敵装甲の溶断を可能とする近接蛍光兵器ヒートソード、対モビルスーツ用大型ロケット弾シュツルムファースト、伸縮式アームユニットの組み合わせによる近接兵器アームパンチ。一説には 20m 以上も伸びたとされる資料が存在するそうです。 HGUC シリーズラインナップ、エピソード4で活躍する MS たちを HGUC で確認せよ。売ってない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 。エピソード4で活躍する MS たち一機も確認できねえじゃねえかよ。パーツリストになります。全て新規造形のゾゴックのランナーになるため余剰パーツは発生しませんでした。それでは組んでいきます。完成後に100分の1サイズでありますが、旧キットのゾゴックと比較して見ていきますんで、最後まで見てもらえると嬉しいです。あとグッドボタンもお願いします。まずは胴体のフレーム、頭部と一緒になってます。物合いは2パーツ、フレームにボールジョイントで接続。センサーシールが付属。シールを貼ってみたらこんな感じ。メタリックというよりかは光沢の普通のレッド。根元はボールジョイントで物合いは柔軟に可動。腕パーツ根元は軸に丸いポリキャップ。外装パーツはシンプルな前後にパーツ構成。側面のクリアパーツも別パーツ化で、ライトグレーのパーツも成型色による色分けがされています。中央のバイザーのパーツは内側に指紋がつかないように拭き取ってから取り付け。クリアパーツは上から挟み込むだけですが、ジャストフィットします。腹部ブラックのパーツも色分け。個性的なブーメランカッターは全部で10個、全て同じ形をしています。武装をマウントするような感覚で簡単に取り付けができます。保持力も程よい作り。ブーメランカッターを10個取り付けたら頭部兼胴体が完成。腕の根元の関節や腹部は特に稼働はしません。物合いを稼働させる場合はバイザーを1回外して直接触る必要があります。合わせ目箇所は外装パーツが前後にパーツ構成で、中央にぐるりと発生。腹部の側面にも合わせ目が発生。ゆるキャラみたいなシンプルなデザインですが、色分け再現は完璧にされております。ブーメランカッターといいクリアパーツの使い方も非常に素晴らしいですね。続いて腰部、関節フレームが入っています。外装パーツは前後で挟み込む。腹部のパーツはよくあるワンパーツ。また下にはアクションベースを差し込むポリキャップが用意されていますが、使用しないときはここにスラスターをはめておきます。背面のスラスターは2つでワンパーツ。あっという間に腰部が完成しました。サクサク組み立てが進んでいきます。合わせ目箇所は外装パーツのブラックの側面に一部発生。足パーツの接続はボールジョイントではなく軸接続。ユニコーン系キットはボールジョイントが多いですが、後発で出ていることもあり軸接続になっていました。腰部とボディはごついボールジョイントとポリキャップで接続。続いてバックパック。バックパック本体は2パーツ構成。あとはタンク類を取り付けていく。側面にもプロペラントタンクの小さいようなものを装着。スラスターのパーツも別パーツ化。バックパックはこれで完成。各パーツはワンパーツになっているので特に合わせ目等は発生しません。腰部に動力パイプを装着し、バックパックはピン2つ、動力パイプを挟み込んでいく。動力パイプは固定され一切動きません。このタンクらしきパーツは特にパーツ分割がされていないので、ここら辺は色分けた方がかっこいいかなと思います。改造が好きな方はここら辺を切り刻んで別パーツ化にするのも面白いかなと思います。続いて腕部、蛇腹状の構造になっていてポリキャップで接続。前腕部は2パーツ構成、内部はポリキャップが2つのみ。モナカだけど段落ち処理がされています。前腕部に蛇腹状の肘関節を接続。軸とポリキャップ、肩アーマーのようなパーツも1パーツ、丸いポリキャップで接続。関節は蛇腹状でなんかヌメヌメと動いてくれます。前腕部先端のパーツは2パーツ、モナカ、軸とポリキャップ。ハンドパーツは4パーツ構成、拳と握り手の4種類が用意されています。
ボールジョイントとポリキャップで接続。腕部完成しました。合わせ目からチェックしていきます。前腕部は2パーツ構成で、中央に合わせ目が発生しますが、ここは段落ち処理。オレンジのパーツの中央には一部合わせ目が発生。ハンドパーツの手の甲と手のひらのパーツは別パーツ化されていて、中央に合わせ目が発生。続いて可動域。前腕部から上は蛇腹状になっていて柔軟に可動。肘関節は二重関節になっていて、限界でこのぐらいまで曲げることができます。手首のオレンジのパーツもポリキャップ接続で若干可動。ハンドパーツはボールジョイントとポリキャップで柔軟に可動。普通に触る分には問題ありませんが、若干肘関節が外れやすいかなと思います。腕パーツは丸いポリキャップで接続。反対側もドッキング。ゾゴックの腰部から上が完成しました。めちゃくちゃ完成度が高い作りになっていますね。HG ではあるので合わせ目箇所が数箇所発生しますが、そこまで目立つ箇所ではなく、段落ち処理で十分かなと思います。あとハンドパーツの親指の裏側に肉抜き穴ががっつり発生するので、ここは埋めた方がいいかもしれません。続いて足パーツ。足裏は別パーツ化。わずか3パーツで完成。足裏は別パーツ化で肉抜き穴は発生しません。スクリューのディティールも入っています。脚部の関節は2パーツ。モナッカ。ふくらはぎのパーツはブラックのパーツで色分け。膝下外装パーツの内部の作りはこんな感じ。結構スカスカ。外装パーツで挟み込む。あとはオレンジの外装パーツをはめはめ。太ももの蛇腹パーツは2パーツ構成。モナッカ。どれが膝関節かよくわかりませんが、軸とポリキャップで接続。蛇腹の膝関節を軸とポリキャップで接続。関節パーツも軸とポリキャップ。足パーツはボールジョイントとポリキャップで接続。脚部完成しました。右と左で足パーツの形状が少し違ってきています。それでは合わせ目からチェックしていきます。オレンジのパーツから蛇腹の太ももまでまっすぐ合わせ目が発生。常にも合わせ目が発生しますが、ここは段落ち処理がされています。続いて可動域。太ももから下はロール。膝関節は二重関節になっていて、限界でここまで曲げることができます。足首は前後に可動。足パーツはボールジョイントで柔軟に可動。足パーツは軸とポリキャップで接続。反対側もドッキング。ゾゴックの本体が完成しました。変わった形をしているので、作っていてとても面白いです。現代風に改修されていることもあって、プロポーションがとても良くて、ポロリするパーツも特にはありません。 HG ではこれ以上のゾゴックはもう出ないだろうっていうぐらい完成度の高いゾゴックになってます。残りは武装類になります。こちらがアームパンチをした時の差し替えパーツ。2パーツのモナカ構造で、中央には合わせ目が発生。フィツルムファーストも新規造形。先端は2パーツ構成。センターにぐるりと合わせ目が発生。ヒートソードは2パーツ構成で、刃の部分をクリアパーツに差し替えることができますが、これはクリアレッドではなくて普通のクリアパーツが使用されていました。欲を言えばクリアレッドのパーツが良かったですが、塗装すれば綺麗な色合いになるかなと思われます。ゾゴックユニコーンバージョン完成しました。付属品見ていきましょう。フィツルムファーストが2つ。アームパンチの差し替えパーツ。ヒートソードと刃の差し替えパーツ。フィツルムファーストのジョイントパーツ。ハンドパーツは開き手と握り手の合計2種類。以上になります。余剰パーツは付属しません。詳しく見ていきましょう。それでは可動域からチェックしていきます。頭はないので胴体から。前後へのしなりは特には入っていません。上半身はひねれる作りにはなってはいますが、動力パイプが固定で動かないため一切動きません。腕の開きも見ていきます。肩アーマーというものは存在しないので、腕の付け根はこのぐらいまで。腕を目いっぱい広げてみると、蛇腹部分が上まで反りくり返って上がってくれます。足の開きも見ていきます。股関節根元は軸とポリキャップ。アーマー類はないので干渉せず、ここまで大きく開くことができました。可動域はとても優秀な作りをしています。続きまして、当チャンネルのルーチンワーク、膝立ちをさしてみたいと思います。腰部アーマー類がないので、かなりスッキリした作りをしていますね。ゾゴックの膝立ちが整いました。よく稼働するキットでありますが、膝関節が90度までしか曲がらないため、若干膝が浮いてしまいました。腕の曲がり方といい、なんか若干アンガールズ感がありますね。続きまして、武装類を持たせてポージングを取らせていきたいと思います。まずはヒートソード。凹凸などはありませんが、握り手ハンドパーツでしっかりとホールドされます。本体に装備させてみたらこんな感じ。保持力は一切問題はありません。あと刃のパーツは持たせたまま外すことができ、関根塚の状態を再現したクリアパーツに変更することもできます。ですが全然関根塚していません。クリア。続いてフィツルムファースト。ハンドパーツに持たせる際は握り手に差し込むのみ。保持力はそこまでありませんが、ポージングを取らせる分には問題はないかなと思います。あとフィツルムファーストのマウント専用のジョイントパーツが付属するので、バックパックに2つまとめてマウントすることもできます。最後にアームの差し替えパーツを使用してアームパンチを再現していきます。手首のパーツごと引き抜く。追加パーツを差し込んで、ハンドパーツを取り付ける。パーツを差し替えてアームパンチを再現してみました。腕を大きく上げてみると、
関節の保持力が弱いため下に垂れてしまいますね。前方に腕を向ける分には保持力は問題はありませんでした。少し思いついたんですが、両腕分伸縮パーツがあるので2つ分くっつけたらかなり長く延長できるんじゃないかなと思います。どうなんでしょう。アームパンチの追加パーツを2つ連結させてみました。こんな感じになります。問題なくつけることはできます。ですが仕様ではないので連結箇所に少し隙間ができてしまいます。遠目から見たらこれはこれでありかなと思います。座国を数体持っている方はかなり伸ばすこともできそうですね。続いてブーメランカッター。固定することはできませんが、ハンドパーツに持たせて投げるような素振りをつけることができます。続きましてシール補填と塗り焼き箇所をチェックしていきます。ホイールシールは1枚のみ付属。成形色による色分け再現レベルが非常に高く、ストレートに組むだけでハイクオリティの座国が完成します。シール箇所は前腕部とシュツルムファーストのホワイトのライン、あとかなり分かりにくい箇所ですが手首のグレーもシールでした。イエローの成形色のパーツはこのキットには付属しないので、背面の4機のバーニアスラスターと股下のスラスターは塗装が必要になります。メイン外装オレンジの成形色がとても綺麗なので、気になる箇所を部分塗装して艶消しを拭くだけでも十分に満足できると思います。続いて参考までに2022年9月2日時点でプレバンで予約ができる座国ジャブロー攻略戦仕様の画像と比べてみました。造形に変更はありませんが、カラーリングがジャブロー攻略戦仕様に変更され、より MSV 臭が強くなっています。おそらく MSV 世代の方にはドストレートの色合いなのではないでしょうか。新規で MSV 特有のマーキングシールが付属。価格は2090円と一般販売の座国より200円ほどお値段が上がっています。当分再販を見かけていないので気になった方はぜひチェックしてみてください。普通に予約ができます。ちなみに僕は再販が嬉しすぎて2個予約してしまいました。続きまして旧キットの144分の1座国と並べてみました。旧キットは1982年にキット化と、もう40年前になります。ユニコーンのアニメで知った方も多く、31年越しに改めてキット化がされるのは MSV 世代の方にとっても胸熱ですね。プロポーションや各部位は現代風にメカデザインがアレンジされていますが、大きな見た目の変更はなく、旧キットのメカデザインを忠実に現代風にアップロードされているのが伝わってきます。40年前は接着剤の単色で、今現在はパチ組のハイクオリティのガンプラが組める時代になりましたが、また40年後にはどうなっているのか想像もつきませんね。続きまして設定で並行開発された HG のズゴックと並べてみました。ズゴックはズゴックを設計母体としたため、陸戦時の格闘能力にも優れていたり、足裏のスクリュー式推進機が一緒だったりと、姉妹機と言われるのがうなずけるメカデザインをしています。アームパンチやビームソードが新たに装備されたりと、ズゴックよりもさらに格闘能力が向上しています。参考までにエピソード4に出てきたジオン水泳部を並べてみました。ザクマリナーはユニコーンバージョンではなくダブルゼータ版としてキット化がされていますが、見た目に違いはないと思われます。ジュアクはゾゴクと同じく旧キットで発売されていましたが、ユニコーンバージョンで新たにキット化がされ、ゼーズールはユニコーンで新たに追加されたギラズールの極地型仕様になります。どれも外れがない両キットで、見かけない武装類が多く、作っていて新鮮味があり面白いので、水陸両用モビリスーツはおすすめです。続いてバイアランカスタムとジム2と大きさ比較の参考に並べてみました。ジム2はゼータ版で同時期にキット化がされています。こちらもザクマリナー同様に見た目に違いはないと思われます。ゾゴックとの戦闘シーンがありましたが、サイズ感は同じぐらい。劇中同様にバイアランカスタムがやはりサイズ感があります。はい、今回はゾゴックユニコーンバージョンを作ってみました。色分け再現が非常に優秀で、合わせ目箇所も数える程度と、とてもよくできたキットでした。マイナー機体で戦闘シーンは数秒かもしれませんが、印象深い機体だと思います。一般販売は年に 1,2 回再販が来ますが、再販の量が少ないこともあるので、プレ版でワンポチで予約できるゾゴックジャブロー攻略戦士をポチってみてはどうでしょうか。決してバンダイの回し物ではございません。以上がレビューになります。参考になりましたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。